こんにちは、カノです。今日はですね、イベント用のタオルでのフェイスタオルですね、これをですね、納期通りに上げる方法、これについてね、お説明させていただきたいと思います。実はタオルの場合、なかなかこの納期通りというのが実は非常に難しい商品なんですね。工業製品で、ボタン一つでコロコロ出来上がってくるっていう商品は、なかなかね、納期通りにその大体上げるてくることはできるんでしょうけども、実はタオルの場合っていうのは人の手が非常にかかるんですね。工程、その作業工程自体は機械にあるにしても、その間に介在する人間の手、あるいはその辺の移動の時間とか、その辺がなかなか読みづらいところがあって、なかなか納期通りに上がってこないっていうことが実は多いんですね。でこういったタオルも染料のプリントなんですが、やっぱりこういうのがなかなかその納期通りに上がってこないっていうのが難しいところなんですね。だからこれはね、どういうふうにしたら上がってくるかというと、ぶっちゃけた話、その辺の慣れている業者さんにお願いする。もうこれが一番なんですよね。で、工場に直接我々が頼む場合は、すべてスーッとこう流れていくんですけども、やっぱり一般の方が、一元のお客さんが1点だけちょっとこれを早くしてほしいんだということで、工場にお願いしても、自分に置き換えていただいて分かるんですが、なかなかそれがうまくいかないというのが本当のところなんですね。なのでやっぱりその辺慣れてる業者さんにお願いする。でそれでちゃんと納期管理をしてもらうっていうのが一番間違いのない方法やと思います。そういうことで、もし、納期とか心配、品質が心配ということであれば、この間も出てますこのフリーダイヤルなんですけども、こちらの方にね、お問い合わせいただくようによろしくお願いいたします。